無視神技、台風無視神技、シーロクワガタ、いやーかっこいい、かっこいい。はい、皆さんこんにちは、無償化です。ただいま朝8時です。そう、おそらくこの動画は当日撮影して当日出してると思います。無償化が以前 YouTube にて紹介した虫のカードゲーム無視神技、こちら第3弾が発売されました。この虫神器というカードゲームとても人気で、第1弾が出た時はもう売り切れ続出で全然買えないなんてことがありました。第2弾が登場したあたりからだいぶ生産が安定してきて、今ではダイソーで簡単に見つけることができるんですけども、で11月25日に X のポストを見たらみんな買ってるんで、僕ダイソー探し回ったんですけども、全なくて、どうやら東京の渋谷周辺のダイソーではちらほら置いているみたいな話だったんで、渋谷代々木銀座あたりのダイソーをめちゃくちゃ回って見つけました、無視神器第3弾。見てよ、今回パッケージにパラワン大平田クワガタとか、ここには逆立ちこの花なくしタガメとか書いてますね。動画用に2ボックス40パックですね、購入してまいりました。僕第1弾第2弾の動画の時は正直対戦はしたことなくて、コレクション目的で集めてたんですけども、チャンネルワニさんが無視神器を始めてくれたことによって、チャンネルワニさんの方の動画で上がってる YouTuber 無視神器最強決定戦では僕3位になりましたし、以前ダイソーの制作陣との勝負にも参加させていただくことができました。ですので今回は第3弾のカード開封しながら、もちろん昆虫の話もしていくんですけども、虫神器のゲームとしてこのカードこういう風に使えるよねみたいな話も以前よりはできるようになってると思います。40パック開封見届けてください。行ってみよう。さあ、というわけで開封していきたいなと思いますけれども、ほら、名脈の供物、どういう意味？というわけで、一箱には20パック入っていますので、まず20パック開封していきます。そしてなんと、一箱買えば、レジェンドレアと言われている、この虫神器の中での最高レアカードが必ず1枚は入っていると言われています。今回の第3弾は、レジェンドレアが4種類ありますね。いやー、楽しみ、マジで開けていこうぜ。というわけで、開封虫神器。あ、クソ楽しみや、マジで。せーの。おわー、差し張りありから来ました。そう、皆さん初めてこの虫神器の動画を見る人には説明しておきたいんですけども、なんとこの虫神器のカード、戦うだけじゃなくて虫のイラストもしっかり書かれてるし、下の方にはその昆虫の解説も書いてあります。戦っても遊べるし勉強にもなる素晴らしいカードゲームです。今まで虫神器のカードゲームの中でアリというのはコストの低い虫として扱われてきましたけれども、今回コストが4の重いアリが出てきましたね。いや、これはアリさんデッキ組む人にはいいカードですね。続いて、ダン、あら、トラッツリアムか、かわいい。能力、ふわふわ。これは攻撃できない。お前何のために出てくんねん。しかしコストがゼロということもあり、後半自分の場の縄張りがなくなった時、壁として役立つカードかもしれません。トラツリアム。あら、泣きな子、いいじゃん。てかこの虫神器ってバッタすごい押してくれるよね。だからこそすげえ好きになれるわ。あ、術カード。ヤブカの密約。この虫神器の術カードって難しい言葉多い。で、相変わらずお前誰やねん。蚊でか。蚊に刺されて腕燃えてるかな。大丈夫か？水の中おんねんから。つけろ。さあ、虫神器というのは必ず1枚キラカード、 SR カードが入ってます。1枚目のキラ、ドン。かっこいい。メタリフェル細赤クワガタ。うわー、かっこいい。大太刀二刀流。この虫に強化カードがついているとき、その修正値を2倍にする。やばいですよ。この虫神器には強化カードって言って、この虫の体力とか攻撃力を上げることのできるカードをつけることができるんですけど、その修正値が倍になる。だから500攻撃力を上げるっていうカードをつけたら、こいつの攻撃力は1000上がることになります。メタリフェルいいですね。では2パック目。開封虫神器。せーの、ドン。はぁ、尊い。はい、尊い。いやー、虫岡が好きな泣く虫でございます。林の馬追い。馬追いコンボ。この技は自分の場に畑の馬追いがいる時に使用できる。ということは、今回のシリーズ、林の馬追いも畑の馬追いも含まれてるの。次行きましょう。せーの。はい。イラガ聖望。おお、寄生鉢じゃないですか。非常に色の綺麗な寄生鉢ですよ。うわ、みんな見てこれ。食い破る。自分の場に幼虫の虫がいるとき、それを破壊してコストを支払わずにこの虫を場に出しても良い。ということは、自分のフィールドにカイコの幼虫とかアゲハチョウの幼虫がいるとき、そいつを犠牲にしてこいつを出すことができるんですよ。うわ、恐ろしいカード。これは虫岡寄生虫デッキというものを作れるかもしれない。嫌なデッキ。続いて、ダン。チャドクが幼虫。お前絶対寄生したるからな。はい。息吹の解放、術カードで。お前誰やねん。そして、キラーカード行きましょう。ドン！サタンだ。
ボリビアの悪魔と呼ばれたカブトムシでございます。魔王の角。このカードが虫の攻撃により破壊されたと。相手は手札を1枚選び、捨て札に置く。そう、虫神器の界隈では、ワンショット型と呼ばれるデッキが強いんです。で、ワンショットって何かというと、手札を貯めて貯めて、1ターンで相手に連続攻撃を仕掛けて、勝負に勝つというようなデッキでございます。で、今回の第3弾は、そういうワンショット対策と呼ばれるようなカードがたくさん含まれているようです。このサタンもそうですね、この相手の手札を減らすことができる、ワンショット対策と言えるカードかもしれません。3パック目開封虫神器。せーの、ドン。お、水生昆虫だ。対抗値、虫岡の動画にも出てきましたね。そう、今まで第1弾第2弾って実は水生昆虫がほとんど出てきてないんですよ。水生昆虫、自分の青の餌2つごとにこれのコストを1減らす。ということは餌場に青いカードをどんどん出せば、この水生昆虫たちはどんどん少ない餌数で場に出てくることができるというカードですね。そしてはい、お、黒カナブン、いいですね。せーの、ドン。あ、七金。沖縄や石垣島で見られる綺麗なカメムシですね。七星金カメムシ。せーの、ドン。伊賀の虫ばみ。うわ、虫食いのカーテン。嫌なカード。ラスト、キラはドン。おー。軍隊ありの蹂躙。ついに今回、術カードやのに、お前誰やねんって言わずに済みました。4パック目開封虫神器。アメンボ。やっぱり今回、水生昆虫増えてるっぽいですね。ほら、対抗値と同じ特殊能力持ってます。この第3弾からは、水生昆虫デッキというものが流行りそうです。はい。グランディスオークワガタ。え、キラじゃないんや。あ、いいですね、強そう。オールリハムシ、いいよな。こういう身の回りにいる虫も使ってくれるのが虫神器のいいところ。本当に大好き。縛られてるの誰やねん。さあ、キラカード、ほい。ジードクワガタ。いや、かっこいい。今出てるキラーカードは全部海外のカブクワですね。七色反射。これが場に出た時、ターン終了時まで自分の餌の色を赤か青か緑にしてもよい。さっきの水生昆虫がバーに出るのを助けてくれるカードかもしれないですね。いや、マジで虫神器チャンネル作りたいぐらい虫神器の開封楽しいわ。5パック目開封虫神器。お、ハグロトンボ、いいね。ムクゲコの方、あ、わかってるわ、虫神器の制作人。夜間飛行、おしゃれな能力。いや、虫取り生きて。クツワムシ、すみません、ちょっと取り乱しました。ちょっと虫が大好きな虫なんですよ、クツワムシ。今回泣く虫も多いんかな、ウマオイとかクツワムシとかね。七節の秘伝書。お前紙切りやないか。あ、擬態の極意って書いてるわ。紙切りが七節から授けられた七節の秘伝書を読んでる。もうええわ。せつえばえ。怖っ。このカード怖っ。アフリカ睡眠病の原因となる病原菌を媒介するハエなんですね。これ相手の虫じゃなくても虫主攻撃したら虫主死ぬぞ。恐ろしいゲームになってきたで、虫神器。6パック目開封虫神器。また水生昆虫水かまきに来た。いいね。水生昆虫三昧じゃん、今回。お、グラントシロカブト。これキラじゃなかったんや。枝七不死。いいね。いいカード作ってくれる、ほんと。怖いカード。さあ、キラはなんだ、ドン。トゲ七不死。あ、これキラにしてくれるんだ。しかも結構身の回りではよく見る中型の昆虫ですけれども、めちゃくちゃ強いぞ、こいつ。8パック目虫神器。ほい。あ、林の馬追いと畑の馬追い。馬追いコンボが揃ったよ。しかしこの畑の馬追いと林の馬追いって、一番確実に判別する方法は、鳴き声が全然違うんで、鳴き声を聞き分けたらわかるんですけれども、あとは、この発音機のところの形と色が微妙に違うなんて言われてますね。いや、ちょっとこれを見ながら虫岡ももう一回改めて勉強しますわ。お、ギフチョウ。ベニツチカメムシ。クズハノコフ。オーマイゴー、まさか虹色かぶったわ、ついに。やっぱりいっぱいパック開けていくとかぶるね。これが8パック目か、台風虫神器。アンドロトンもかぶりました。トラツイヤもかぶりました。ナキヤもかぶりました。お、支柱の間引き。これも相手の手札を減らすことのできる、いわゆるワンショット対策と呼ばれるようなカードでございます。そしてキラカード、ドン。嘘。おい、七色反射しすぎやろ。結構かぶってきましたね、9パック目。対抗値かぶりました。ヤガセーブをかぶりました。シャドフがかぶりました。クワガタムシの甲冑。かっこいい人。はい、4分の1、10パック目回復虫神器。かぶりました、かぶりました。かぶりました。バッタの待ち伏せ、これいいよね。縄張りに隠れているバッタ科とイナゴ科の虫が飛び出すことができるというカードでございます。これはバッタデッキがはかどるカードです。11パック目。おい。アダンソンハエトリ、ベニツチ。女王蜂の匂い袋。これは、女王蜂のアブちゃんってこと？虫神器をするには人間をやめなきゃいけない時がある。ターン終了も、ターン終了って普通に言うんじゃなくて、ターン終了。ちょっとテンポよく行きましょう。虫神器。沖縄のサソリじゃん。マダラサソリ。グランディスかぶり。ハムシかぶり。
コガネムシの甲冑。ラストキラカードドン。今回これ欲しかったんですよ。巨人ツユムシ。これインドネシアとかに住んでる巨大キリギリスですね。いやーかっこいい。いやマジバッタキリギリスデッキ作りたい。さあどんどん行こう。開封虫神器。お、一文字せせり。いいなぁ、身近な虫。ミラの虫、水バッタの虫で軍隊より被りました。おー、また水生昆虫だ。ナミゲンゴロウ。これ完全に虫神器側が水生昆虫デッキ作らせに来てますね。コガネムシ。おい。さっきあんだけ喜んだのにすぐ被るかね。まあいいよ。テンパディコウムシ神器。お、今回沖縄の虫も多い気がするな。トラツリ、ラッキーナゴ、アブチャ、トゲムシ。コンボ、キセイ、幼虫、ミツヤク、メタリ、水玉、クロカ、おー、青マドラタマムシ、いいタマムシだ。サソリ、グラ、モドラマと、メカーテン、ミシロ。あれ、ちょっと待って。今回の箱、残り2パックなんですけども、まだ、レジェンドレアが出てない。これのどっちかに入ってるん？どっちにも入ってないん？そんなことあったら俺は、ダイソーに電話する。サソリ。あ、金鬼クワガタ。これ、対馬にいる鬼クワガタですね。クツワムシ、最高。リ。ついに来ました皆さん、レジェンドレア LR カードでございます。しかもパラワン大平田クワガタ。いや、スマトラ大平田クワガタと並んで最強のクワガタと言われているクワガタですね。見て、めちゃくちゃ強いよ。体力1500で攻撃力1000、ヘラクレスオオカブトに匹敵します。しかも見てこれ、樹液酒場。自分の青の餌2つごとにこれのコストを1減らす。要は水生昆虫と一緒の能力持ってるんですよ。ということは水生昆虫デッキの切り札として使えるカードですね。やっだぜ。さあ、じゃあこの箱はラストですね。20パック目開封虫神器。アメンボ、セセリ、ナナフシ、カナブン。おー、なにこれ、なにこれ。群青オオコブハムシ。南米に分布、青い鉱石のような姿をしたハムシ。いや、こういう知らなかった虫についてもこういうデータを読んで勉強にもなるからいいですよね、虫神器。というわけで20パック開封してって、 SR は9種類出ました。SR 全部で11種類なんで、あと2種類、次の20パックに眠ってたら SR はコンプリートとなります。というわけで2箱目、もうこっからはね、早送りになると思うんで一気に開封しちゃいましょう。カットザ虫神器。20連開封虫神器。というわけで5枚×20パック、ここに100枚あるので、こっからは被りカード以外は早送りでお届けしていきます。林。お、ベニスズメ、すぐ出たわ。ピンクのスズメがベニスズメでございます。茶6が衣、トゲ7、八重山サソリ、一文字ケセリ、アオナナ、マリキチキ、バンコツ、ツヨン、ナナツ、金縛り。おー、オージョローグモ。虫岡が部屋に放し飼いにしてたオージョローグモでございます。わ、いいね、かっこいい。というわけで現在 SR が10種類揃いました。あと1種類で SR コンプリートです。何弦、一文字、オールリー、秘伝書、トゲ7、ヤエアラリフ。桃太オールリハムシ。これ、フェモラータ大桃太ハムシのことだよね。三重県に分布って書いてるから、おそらくそうですね。これね、幼虫食べたら美味しいらしいんですよ。ね、兄さん。差し場用説明、オージョロ。アメンボ、トラツリ。赤スジキンカメは出てないわ。これは本州にも生息している綺麗なカメムシでございますね。赤スジキンカメムシ。グンジョ、アダンソン。ヤンバルテナガコガネ。お前しかもキラじゃないんや。ヤンバルテナガコガネは LR でいてほしかったな。いやー、まあパッケージにも書いてあったし、今回水生昆虫がいっぱいいましたからね。来ました、タガメでございます。めっちゃ強いよ。こいつもやっぱり水生昆虫という特殊能力持ってます。水生昆虫デッキの切り札ですね、タガメ。よし、来た。マダラグラシロベニツチミツヤ。いや、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってって。いや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 、一箱に一枚しか入ってない LR かぶる？マジか、ちょっともう一枚 LR 出てみんなにちょっとかっこいいカード紹介したかった。ショックス。水玉やんけならきくなどいぶき。
じゃあ集計しますかね。え？なんかおかしくない？今回の虫人気、ノーマルが25種類って書いてんのに、何回数えても26種類ある気がすんねんけど。というわけで集計結果ですけれども、なぜかノーマルカードが全25種類やのに26種類。そしてレアカードが20種類中19種類。そして SR は全11種類中11種類コンプリートしました。そして残念なことに全4種類の LR がパラワンかぶりでございます。悲しい。まあでも虫人気はカードが被ってても同じデッキに同じカードは2枚入れられますから、そういう意味でもいろんなデッキ作ったりとか同じデッキに2枚入れたりして楽しめるカードゲームでございます。虫岡もコンプリート目指してまた買っていきたいと思いますので、皆さんも近くのダイソーに探しに行ってみてください。そしてまた YouTuber メンバーで対戦するときは虫岡負けないように鍛えておきます。ありがとうございました。虫岡でした。